皆さんこんにちは、フリーアナウンサーの川口真里奈です。この番組はワクセルのコラボレーターですとか特別ゲストをお招きしてお話を伺っていく番組です。今回はワクセル総合プロデューサーの住谷さんとお送りします、はい、よろしくお願いします。今回2回目ですね、私たち一緒にさせていただいて、はい、ってことはもう今日川口さんが来られるってことは、はい、ゲストはもうスポーツ関係。そうなんです、私的にはようやくお会いできたっていう方を、あ、そう、はい、いいですよね、すごい豪快な感じの方で、今日お話を伺うのがすごい楽しみなんですよ、ね、楽しみにしてきました、はい、早速ご紹介します。株式会社モンテディオ山形社長、相田健太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、いいですね、やっぱり結構繊細なんですよ。ではですね、早速なんですが、相田さんについてご経歴を簡単にフリップにまとめたものがありますので、こちらでご紹介していきます。1974年山形県の南陽市のご出身です。山形の南の方、そうですね、あなたのことです。そうですね、相田さんのことです、はい、で4歳から9歳までアルゼンチンで過ごされたという、はい、そうですね。これはなんでなんで、あ、もう父親の仕事の都合で、なので僕も生まれて1年半でもう山形を離れてるんですよ。そうなんですね、はい、でその前に北九州行って、千葉に住んで、でその1年後ぐらいなんか僕の記憶が正しければアルゼンチン行くぞって言われて、なんだそれはみたいな、ピクニックみたいな、そうですそうです、アルゼンチンに行って、で9歳で帰ってきた、はい、記憶ありますか、アルゼンチン。いや、僕は結構覚えてて、最初いきなりこう外国人だらけ の日本人の方が誰もいない小学校に、両親が幼稚園か、幼稚園ですね。でもうなんか昔の写真見ると、はい、もう完全になんかすっごい悲しい顔して立ってる写真が何枚かありましたけど、はい、でその後ですね、1998年東洋大学の経営学部を卒業された後は、まあ、スポーツ関係の会社にいろいろね入られますけれども、はいはい、この時はスポーツには全然関係ない、いや、もうめちゃめちゃスポーツだったんですけど、そこもそうなんですね、もともと大学生の合宿を斡旋してる会社だったんですよ。でサッカーの部門と、はい、サッカー大会ですよね、はい、の部門と、あとはそのサークル合宿とかの斡旋の部門と2つあって、最初僕入る時サッカーの方で言われたと思って入ったんですけど、なんか学生のサークルのもう旅行営業バンバンやってましたもんね。だからもうすごいぞ、早稲田大学に必ず行かされるんですよ、一番最初に全員、はい、あれなんですよ、新卒が行くとなんか新入生みたいになるんですね。そうするとそこにサークルの勧誘の人たちがもう並木道に立ってて、チラシを袋にブワーって入れるんですよ、当時で。それを見て一軒一軒携帯で電話して興味あるんですけどなんて言いながらとかこう言ったりして、ああごめんなさいちょっと騙しちゃったな、僕旅行会社の人間でなんて言ってで話を聞いてやってたんですけど、はい、ずっとサッカーをやられてたんですか。ずっとサッカーしてました。今ねキャッチャーみたいな感じ。そう言われると確かに、はい、まあまあ、グローブ似合いそうですよ。でもなんかここからここまでの経歴から見るとやってるのかちょっと分かんなかったんですけど。そうですね、僕一応大学前体育会のサッカー部にいて、何歳くらいから、はい、小4からやってたんですけど、あ、そう、埼玉県の伊那学園っていう高校入って、7期目の新入生だったんですね、はい、でインターハイ出たんですよ、だからその時、あ、すごい、お産の時の、はい、僕はもう使い方がよくわからない選手でいつもベンチでしたけどダメだね登録はされるんですけど、登録はされるベンチをこうやって目が、はい、目力が困った時だけ行くぞって言われて困った時殿下の報道、まあ、殿下の報道っていうか多分もう撹乱してこいみたいな試合を乱してこいみたいな乱してこいっていう、はい、何もできない時の切なさっていうのがありますよね、はい、でもそれこそね2003年には株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホップに入社されて、はい、そうですね、水戸はその前職の時にその旅行会社の中でそのサークルの営業した後、はい、でそこでは約5年お世話になったんですけど、2年半経ったらサッカー大会の部門に移されたんですよ。それをやり
やってた時に J リーグに営業行って、はい、そこでアルゼンチンで一緒だった方がたまたまいて、はい、J リーグで働かねえかみたいなこと言われたんですよね。でその時にあのお茶の水 の JFA のビルあるじゃないですか、はい、あそこで働けるんだったら俺はもう喜んでみたいなノリで話聞いてたら水戸だったんですよね。水戸には何の縁もゆかりもないですけど。それで入ったんですよね。入りました、はい、結果お世話になったんですけど。もう辛いことだらけだったんですけど、いいこともたまにあったんで。たまに何対何ぐらいでした？8人で悪い方が多かった。結構な割合。そうですね、はい、よく耐えられたっていうか、髪型通り M 気が強くてですね。何て言えばいいんですか？栗谷さんお願いします。もう本当にただ、まあ、サッカーで来たんですけれども、2007年には今度は野球ですね、はい、東北楽天ゴールデンイーグルスの運営会社に移られて、はい、新経営を担当されて。そうですね、あの、はい、日本のプロスポーツ界で一番大きいのってやっぱ野球なので、はい、一回野球行ってみたいなっていうのと、あとちゃんとお金稼ぎたいなっていうのも、お給料高いところ行きたかったんです、自分の欲としては。でも本当に野球の世界はもう行って思いましたけど、もうキラキラしすぎてしまって、まあ、イーグルスだったっていうのもあるのかもしれないんですけど、はい、でも本当にその楽天という会社が ああいう IT 企業がやるとこうなるんだなっていうのがすごくこう凝縮された球団だったので面白かったですよね。はい、で、まあ、ただ野球に行って今度またサッカーに行くんですね。そうですね、今度は楽天ヴィッセル神戸株式会社へ出向されて。そうですそうです、会いたって言われてもうやれんのかなんて言われて、どうでしょうっていう。まあいや、とりあえず2週間行ってきてって言われて。あ、最初は2週間、はい、明日の朝9時に練習場立っとけって言われたんですよね。はい、でその日の仕事お前なんかあんのかって言われて、まあ、試合なので一応お客様へのご挨拶があるようなないようなみたいな。ないなって言われて。すごいなと思ったら、その会話をしてる横で、はい、社長の秘書が僕の泊まる2週間の宿と飛行機をもう手配始めてたんですよ。すごい、さすが楽天。すごいそう。で、あ、できま、大丈夫です、もう今日の夜最後のフライトで行けますみたいな感じでレンタカーも用意されてて、はい、で2週間。ただその時に誰か一人連れてっていいぞって言われて、巻き添えにした男の子がいるんですけど、その彼は今も山形で一緒に働いてるんです。もういろいろありましたけれども、1年一緒に仕事して、で1回それぞれバラバラの道は進みましたけど、2020年からかな、あのまた一緒に仕事はしてるんですけれども、はい。そのヴィッセル入ったじゃないですか、はい、ヴィッセルの時はどうだったんですか、楽しかった？一番最初に行った1週間後にポドルスキーが来たんですよ。あのポドルスキーの合流する時だったんですよ、入団のタイミングで。最初から大物が。すげえの来たなと思ったから。で、まあやっぱり指摘をいろいろするんですよね。このクラブのここはあんまり良くないとか、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、ハードの部分は全部僕がやらなきゃいけなかったので、課題これですって社長に渡して、誰にやらせますかって偉そうに言ったら、お前がやるんだって。そこからあの完全に、はい、神戸に行くことになって、お試しの2週間終わって、そうです、もう使用期間終わったんですね。もう積んでたもの誰かにやってもらえるのかなと思って、結構意外といろいろ書いたんですけど、失敗したな。全部自分でやったかみたいな。そうなんですよ、面白かったですよ。そういう、まあ、経歴も生かして、で2019年にいよいよ株式会社モンテリオ山形の代表取締役社長に就任しました。来ましたね。これはどういう経緯で？は、